中日松木平雄太の壮絶な過去。大阪青果校から育成ドラフト3位で入団した。幼い頃に両親が離婚し、母は小学5年生の時に他界した。支配下登録されたようか大阪市内にある母の墓前に報告して臨んだ10日の DeNA 戦。横浜スタジアム、7回3失点黒星デビューとなったが、天国の母と育ててくれた祖母へ改めて活躍を誓って臨んだ2度目の挑戦で結果を出した。関東圏の施設で暮らす85歳の祖母の感染は叶わなかったが、いい報告ができる。育ててくれたおばあちゃんには感謝しかない。一緒に暮らす夢を叶えられるように全力で頑張っていきます。最後は涙で恩返しを誓った。こういう選手は素直に頑張ってほしいわ。困難成功しか願えないやん。漫画の主人公みたいやな。稼げるようになったら父親出てきそう。母子家庭で育った開拓屋みたいな愛される選手になってほしい。パファンでよかった彼が投げる試合は逆に応援したくなってしまう。母子家庭とか言うてるやつ、ちゃんと記事読んだ。一方そのコロチナ役は赤羽の子宮を狙ったと言いながら涙のインタビューで反省しろとも批判している模様。黒星スタートってのもなんかいいな。どんどん成長してくれ。ご視聴ありがとうございました。